はい、こんばんは。ステライメージ7というソフトご存知でしょうか。アストロアーツさんから出てる天体写真に特化した画像処理のソフトウェアです。ステライメージ7、昨年出たばかりの最新バージョンです。現行バージョンです。はい、でお値段はちょっと高いですが、いろんなことができます。新しい機能が追加されたのと、今までの不具合点がある程度改善されつつあるということと、あと、お値段が 29,400円でちょっと高いですが、天体写真のこの専用ソフトウェアじゃないとできないような、形式のファイル、まあ、つまりフィッツファイルを扱ったりすることもできますし、あとより高精度で演算精度のその、まあ、つまりビット数の高い、32ビットとかね、そういう、形式で、フラット補正、ダーク補正といったことができますんで、汎用のフォトショップとかライトルームとかを使うよりもより、まあ初期段階でね、ローの段階で、劣化の少ない編集が可能となります。こういったソフトウェア国内で天文用というのは、このステライメージ7が一番、まあ、高機能で扱いやすいというふうに私は思っています。はい、おすすめですので、ちょっと、興味のある方は、29,400円ですね、高いですがちょっとチェックをしてみて、ください。で、このビデオマニュアルというのもあります。こちらはですね、お値段は、3150円と、まあ、比較的安価で、内容はですね、コンテンツは1章目が21分、2章目が25分、3章目が、29分で、14分と、結構ね、足していくと1時間以上とロングコンテンツになっています。この内容をずーっとこう見ていくと、だいたい一通りの、まあ、フローというのが、まあ、これで学び取ることができるということですね。はい、なんで、まあ、初心者の方はこっちも合わせて、買うのがいいんじゃないかなと思います。はい、でなんで今回このソフトを紹介したかというと、今回ですね、このノートパソコンにこれを初めてインストールしたんですよ。はい、今まで、まあ、これは Windows のソフト、こっちは Mac ですね。はい、で Mac というのは、ブートキャンプというものを介して Windows を立ち上げることができるんですよ。はい、でもその度ごとに再起動しなくちゃいけないっていうちょっと煩雑、めんどくささがあって、でそれをですね、まあ、ちょっと後から画面でお見せします。別のソフトで、まあ、Windows の、違うな、Windows の中に Windows があるっていうね、ちょっと後で画面で お見せしましょう。はい、で、まあそんな理由もあって今回このドライブでこれをインストールしました。7をね、インストールしました。で、それによってですね、現行バージョンということなんで、より、皆さんがこうね、入手されてる、環境で、まあこれの、説明ができるということで、ね、今までめんどくさくてやってなかったんですよ。これ持ってたんですけど、こいつをインストールしてここにね、インストールすることがめんどくさくてやってなかったんですよ。はい、でステライメージは、デスクトップの方のパソコンでは使ってたんですけども、こっちにはわざわざ入れてなかった。はい、で今回それを入れたんで、せっかくなんで、まあ、これの紹介がてら、ちょっとだけ、ステライメージ7を、立ち上げて、それを、まあ、デスクトップキャプチャーして、で、ちょっとアップロードするテストをしてみようかなということで、まあまあ、あえて、こういうね、前振りでやらさせてもらいました。ちょっとだけですね、このソフトウェア立ち上げたところを、まあ、ご覧に入れたいと思います。はい、では、ご紹介したいと思います。この Mac の画面からですね、ここにある VMware Fusion というのがあります。こちらをクリックしますとですね、パスワードを入れて、で、Windows が起動します。はい、で、パスワードを入れます。はい、するとですね、Windows がこのように立ち上がります。はい、もう Windows そのものですよね。で、3本指でこうやってね、縮小すると、元の Mac が出てきます。はい、なので、Mac を使ったり、アプリの一環として、このように、Windows を使ったりね、Windows の中に Windows があるって言いましたけど、まさに、このことを言います。はい、こうすることでですね、ステライメージ7が立ち上がるということですね。はい、ステライメージ7を、起動してみました。黒基調のこういった画面になっています。で、
はい、そうするとですね、天体写真のフォルダがありますので、そちらをちょっと開いてみたいと思います。これとか、これも一緒に開いておこうか。2011年に撮ったものなんで、今と比べるとですね、製造がちょっとこうカスタマイズし始めの頃でね、イプシロン180をちょっとこういうところを見ると、工場がちょっと割れてたりとかしますね。はい、まあただ素材自体はですね、非常に透明度の高いところで撮った素材です。ちょっと RGB 合成してみましょう。 RGで B ですね、これで OK を押す。で他のやつを閉じる、7になってからですね、バージョンが7になってからチャンネルパレットというものが追加されて、こうやって単独でですね、RGB の状態を見ることができるようになりました。はい、あと、シグマ 3.1 とかね、 1.1 とか 1.3 とか、そういうプリセットっていうんですかね、ものがあります。はい、その他、まあ従来通り、今まで通りのものもね、このように存在して、ちょっとレベルを合わせてみましょうか。で、この状態で強調してみてね。ちょっと大雑把に。レベルを合わせてみたいと思います。こういう強調を一般の写真というのは必要、ほぼ必要としないと思います。相当な強調なんですよね、これ。で、そういったものをより、細かく、精度よく、把握できるのが、把握処理できるのがこのステライメージですね。ヒストグラムのこういう重なり合いというのが、目視でこうやって数値でね、かなり細かい数字で、設定することができるんで、ちょっと今ね、大雑把に色を合わせてます。こんなとこかな。はい、でちょっと強調しすぎになってますんで、全体的にコンポジットチャンネルでRGB チャンネルでちょっと弱くします。弱くするけど、なおかつ、明るい部分が飛んでるような状態で、はい、こんな状態でしょうか。はい、これで、デジタル現像をかけてみたいと思います。デジタル現像ステライメージ7はですね、変化点はここデジタルがん、現像後にガンマ調整というのがありまして、ここにチェックを入れると、従来で言うね、例えばこの S、S、S ってやって、メーブとかこういうバトンのハイライトが、ビビットになりすぎるという症状を、ガンマ調整することで、回避しようという、方法がありました。ただ、このガンマの効きが悪かったり良かったりするという変なばらつきがあったんで、ここにね、こういったチェックボックスがあります。デジタル現像後にガンマ調整というのをチェックを入れるとですね、機器の良し悪しというのは関係なく、もう決まって、こういう、安定して、明るく暗く、することができるようになりました。例えば 1.35 ぐらいに振っておいて、でハイライトを右に寄せる、で、シャドウをも右に寄せる、っていう風にやって、もうちょっといこうか、ガンマを上げるとですね、こっちのハイライトを右に寄せられるんですよ。はい、で、こういろいろいじっていくうちにですね、ハイライトのビビッドさ、ビビッドすぎるハイライトというのがだいぶ、軽減されているということが、お分かりかと思います。はい、でこれで例えば OK を押して、このまま、TIFF で書き出すと、ちょっと待ってね、せっかく7使ってるんで、書き出す前に、
ならではの洗濯マスクというのを前も使いましたけど、使いましたね。洗濯マスク作成のところでこうやってね、ここには書いてはいないんですけど、干しマスクを作るということも可能になっています。はい、32ビットのフィッツの、干しマスクなんで、普通の、まあ、通常のフォトショップで TIFF とかで16ビット TIFF で作る干しマスクよりも精度が高い印象があります。はい、であとはフラット補正でどうだったっけ。あ、これか、ダークフラット補正、ここはね結構変わりましたね。まあ、今ちょっとフラットの素材ないですけど、ここでガンマとオフセットっていうのを変化させられるんですよ。うん、これをやることによって、フラットのかかりすぎ、過補正とか補正不足というのをここで調整して、まあ、なるべく均一になるような結果をプレビューして、OK することができる、実施することができるという、そういう、コマンドが追加されました。はい、そんなとこかな。僕が使ってるのはそんなとこですね。他にもねいろいろあるんですけど、私は、6と7の違いというのは、まあ、こういったものとかね、ちょっと使ってないんでまだ分かりません。今後まだ使い倒してですね、あ、こういったものもありますよね、ガイドエラー補正っていうのもね。はい、そんなとこですね。はい、で、名前をつけて保存します。ここに保存しましょうか。 RGB って書いて TIFF で保存して、試しにね TIFF で保存かけて、でステラーイメージ閉じて、で Windows もまあ閉じてもいいんですけど、ここではあえてまあちょっと置いといてね、ここに置いといて、 Mac の領域で、今度は Photoshop CC を立ち上げて、で、それを開いてみたいと思います。あ、これだ、開いてみますはい、こういう画面が立ち上がって、00を確認して、これで開いてみましょう。はい、馬頭星雲が出てきました。この時はですね、フラットがあんまり決まってない時でもあったんですよね。はい、よいしょ、強調すると、こういう感じになってます。こちらからこちらへグリーンのこうかぶりみたいなねのが発生してます。でいろいろねこのフラットについても考察した挙句、これは2011年に撮った素材ですけど、今はねこういうグリーンのかぶりが出なくてですね、それは何でかっていうと、一つはデジカメを使ってるから。デジカメを使うとですね、RGB をワンショット一度に撮りますんで、こういった変なかぶりというのは、時間の差のかぶりというのは出ないですね。はい、まあ具体的にはこの G をちょっと下げてですね、で、ここマスクで線形で、あ、というかこれあれだ、強調も入っちゃってるんだ、 RGB の、こうか、まあ、こうやってね、グリーンのかぶりを取ったりとかしますよね。そういうことをしないと、RGB が決まらない状態ですね。まあただよほど強調するんでなければ、まあ言ってみればもうこれで完成っていう方もおられるわけですよね。いやもうこれでいいよっていう、だったらもうこれでいいわけですよ。馬頭線がちゃんと出てますし、燃える木も出てますし、はい、ということで、今日は、そういう話をさせてもらいました。ステライメージ7、ぜひ手に入れてみてください。値段はちょっと高いです。以上です。